夢ラジオ第6529回、今日は令和6年7月9日火曜日です。時刻は午前9時、横浜港北、空は曇っていますが、でも明るいですね。で、曇っている分気温が上がらず、室温は30度、爽やかな風が吹き込んできますよ。昨日は日中34度ぐらいの温度になって、さすがに北のお部屋に昼間は避難しましたが、今日は非常に過ごしやすいですね。窓も玄関も開けています。さて、夢ラジオ、今回はフランス議会選挙で左派連合勝利、こんなタイトルでお話ししましょう。フランス議会選挙で左派連合が勝ちましたね。ちょうど日本では都知事選やってた日なんですけど、まあフランスはちょっと遅れて、時差がありますからね、ちょっと遅れてニュースが来ました。で、先月の欧州議会選挙でルペンさんの国民連合ラソンブルモンナショナル、ここが第一党になった。フランスで衝撃的だっていう、そんなニュースを夢ラジオでも取り上げましたが、その欧州議会選挙を受けて、今大統領をやってるマクロンさんがフランスの議会を解散して総選挙やるっていう、そういうことにしたんですよ。で、マクロン大統領がどうして議会解散という手に出たのか、それちょっと真意はよく分かりませんが、今回のような結果を予想して議会を解散したのなら、これはマクロン大統領の予備通りになったと言えます。今回のフランス議会選挙の結果はマクロン大統領にとっては追い風なんですよ。どういうことかというと、フランスの第一党が国民連合、まあ極右と呼ばれているとこ、移民政策には非常に厳しい態度で臨むと、移民は簡単に受け入れてはいけない、そして愛国的な政策をやるべきだ、フランスはフランス人の国である、外国人または移民のために政策を行ってはならない、これが国民連合のおおよその政策の趣旨ですよ。で、そこが第一党になった先月の議会選挙で、そしてマクロン大統領がその欧州議会選挙での敗北、マクロンさんは中道ですから、中道勢力の敗北、フランスでね、そして極右の台頭を目にして、議会、フランス議会を解散し、そして今回の選挙、1回目の選挙、2回目の選挙と2回あったんですが、その今回のフランス議会選挙で中道と左派が協力したようです。中道と左派が協力して、そしてこの2つの派閥 VS 国民連合、つまり中道プラス左派で VS 右派、こういう感じになったわけですよ。右派が国民連合、中道がマクロンさんたちのところで、左派が左派連合と。で、その2回選挙があって、2回目の決選投票ではこの真ん中と左が連合したので、選挙協力やったので、そりゃ当然右は不利になり抑えられましたね。ルペンさんの国民連合の勢力がググッと小さくなってしまいました。ググッと小さくなったったって、やっぱ 30% ぐらい割るんですけど、過半数なんか届かない。
で、左派連合も過半数は届きませんが、その左派連合と中道をひっつけたら3分の2ぐらいいくわけですよ。ただし、まあフランスでもこの左派連合ですね、で ここと真ん中が仲が悪いんですよ、フランスでも。だから今後の議会運営は多難が予想されます。難しいでしょうね。まあ、いずれにせよ議会で国民連合が地滑り的に勝利して過半数を取る、こういうことは避けられたわけですよ。だからこれを目的として、あの国民連合の力を抑えるということがマクロン大統領の目的だったら、真ん中と左で右を抑えるという、これがなんとかできたということですね。これが目的だったのか、マクロン大統領が解散した理由は、議会をね。で、その、じゃあさっきからお話している左、左派連合って何やということになりますが、フランスにおける左派連合は、もう圧倒的に不服従のフランスってところが左派連合です。La France Insoumise。こういう、なんか変な党名ですよ。La France Insoumise。でフランス語の動詞でメットルという動詞があるんですよ。メットル、これは置くという意味、英語のプットにあたります。でスーメットル、それにスーという接頭辞がついてスーメットル、これはあの征服するとか下に置くとか、こんな風な意味なんですね。スーメットル、でこれの過去分詞形がショーミー、この過去分詞形がショーミー、これは征服されたと。ところがそれにアンというあの反対の接頭辞をひっつけてアンソーミー、これで征服されない、服従しない。でフランス、この名詞は女形ですから、その形容詞もフランス語ではあの女の形になるわけですね。一番最後にウーという母音がひっつきますので、ソーミーズで定冠詞のラ、ラ・フランス・アンソーミーズ、これで不服従のフランス、これが実はその左派連合の応募だったあのところで、そして私もちょっと意外だったんですけど、まだ社会党ってあるんですね、パーティー・ソーシャリスト。で、あの共産党もあるみたいですよ、まだあのパーティー・コミュニスト。ただこの社会党、共産党はフランスではもうあんまり数に入っておらず、もう圧倒的にさっきの不服従のフランスってところで、ここのマチルド・パノーって女性が結構魅力的ですよみたいな話は前にいたしました。で議会が左翼で、で政権は中道で、けれど国民の間には右、つまり国民連合への支持が広がっているという、なんかフランス非常になんか今あのちょっといじけたというか、歪んだというか、いびつなっていうのかな、そういう状態になっていますよ。フランス議会で左派連合勝利と、あまりいいニュースではないと思います。政権が中道、議会が左派、けれど国民の支持は右派に もっともっと集まってるっていうのが今のフランスの状況ですね。ですからあの、まあ、夢ラジオではこの右派、国民連合を中心にお話はしていこうと思いますが、ただし左派連合を無視できませんので、この不服従のフランスっていう政党の動向は、あのフランス語からの情報収集で夢ラジオで逐一お話ししていくことにしましょう。ただマクロン大統領とは仲悪いんですよ。こんなの連立なんか組めません。真ん中と左でね。で、ルペンさんは、もし過半数取れたら、ジョルダン・バルデラが首相になるというふうに言ってましたけど、その可能性がなくなりました。で、今まで、あの、首相やってた人も、今回辞任することになり、新しい首相がまた選ばれると思います。そのニュースもそのうち聞こえてくるでしょう。